つの間にか差別用語ってアイヌの人に対してアイヌアイヌって言ってるけどさ、うん、本来の意味するところアイヌっていうのは人間だからね。うれしばもしり、ねうたらおぴったうたれあねるえね。ね。うれしばもしりったら、世界の国々、世界の人々ね、みんな同じ仲間だよということを言いたいのさ。ルパスクはあねこるか、しのうたれあねるえね。にさったパスクルチップ、これ説明いるかい。やっぱりアイヌの精神文化の同胞意識はね、ここなんですよ。いろいろ語って語り合うとね、直接の兄弟親子ではないけども、思想的に考え的に一致点がかなりあります。あなたは同志仲間なんだよと、こういう言葉はアイヌの世界に相当昔からあるの。パーキスしたキモライウマアンテマチエトンアネワイヤマソキソキコタピコモコロンヤイノイカラモコロヘタプネタラプヘタプネキロカトタネポクシタ。Hi, my name is Dr. Kinko Ito, and I'm a professor of sociology at University of Arkansas at Little Rock. From the beginning of my career, I did a lot of research on manga or Japanese comics. My Ainu research began during my sabbatical in 2011. I flew to Hokkaido, visited Ainu museums, cultural centers, and community. For those of you who don't know much about geography, I'm going to show you where Japan is.The ancestors of the Ainu people used to live in the northern part of Japan, Hokkaido, the Kuril Islands, and Sakhalin. Today, the majority of the Ainu people live in Hokkaido. In the summer of 2012, I obtained the Dean's Scholarship and went back to Hokkaido. I interviewed more than 30 Ainu and Wajin residents.One of my interviewees was Mr. Fukuji Kaizawa. He kindly let me call him by his nickname, which is Fuku-chan. He was a wood carver and he was also an instructor. In Fuku-chan's shop, we talked for 3 hours. He showed me a lot of items related to the Ainu culture, such as a sapampe, which is a headdress for rituals. That was June 2012. At the end of my stay, Kaz suggested to me that I come back to Hokkaido to videotape them.Mr. Tamotsu Nabesawa is a native speaker of Ainu. Mr. Nabesawa and his wife kindly let me stay in their home for several days. Mr. Nabesawa is a certified Ainu cultural advisor in Biratori. Language includes more than just alphabet, sound, structures, and meanings. In 2012, Mr. Nabesawa taught me the importance of videotaping the gesture that accompanies the word irankalapute, or hello.It means, let me gently touch your heart. In the summer of 2012, Mr. Nabesawa had a guest from far away. This is how he greeted her. それと、今度、普通のホリパンだけは、ほ、はっ、はっ、よー、ほ、はい、ほ、はい、よー、ほ、はっ。戦争に勝っただけは、もう、はい、ほ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 、って、こうやってやります。はい。I obtained another scholarship from the dean's office in the summer of 2014. I went back to Hokkaido to videotape the Ainu elders. Japan の中でもまたアイヌはこんな、
現代風な暮らししていると思ってない人がたくさんいるみたいだからね。そう、そうです、はい、これはもう認識不足っていうか勉強不足っていうかね、うん、みんな知らないから、うんうん、だから多分こういう服を着て地底に住んでるって思ってるんですよ、うん、皆さんね、うん、地底に暮らしてるのとかって聞かれるっていうんだからね、そんだけまた分からない人間がいっぱいいるっていうことさ。私ね、三重県に娘のとこ行ったんですよね、はい、これでラーメン食べるかいって言うんでラーメン屋さん行ったの、はい、そしたらそこのママさんがね、はい、ちょっとね北海道のアイヌの人はね熊と一緒に暮らしてるんだってねって、うん、そういうのびっくりしたの私、うん、でうちの娘がね、はい、うちの母さんアイヌなんだよって、はい、って言ったらそのママさん嘘だって言うんだわ、はい、ね母さん綺麗だからアイヌじゃないってアイヌって言うと、うん、その口の染めたね染めた人がアイヌだと思ってんの。うん、ここに入れ墨をしてた入れ墨をしてる人、うん、それからひげの子を伸ばしてる人がアイヌだと思うんで、はい、それで私、いや私はね本当アイヌなんですよって、はい、それでアイヌの講師をしてるのでね、本当にアイヌなんだけどママさんちょっとね古いですよったの私今ね、うん、アイヌって言ったって土台付きのね立派な家に入って、うん、言ったら悪いけどアイヌにはね乞食がいないんだって。えいないの本当に。えどうしてですか。いないよ、みんなも自分のこと守ってるから、うん、アイヌの乞食なんてどこ行ったっていないよって言ったの、うん、そしたらママさんびっくりしてね、うん、いや母さんごめんねごめんねって私勉強不足だったねって言ってね、うん、そしたらうちの娘と友達みたいなそのママさんがね、うんうん、トヨちゃんごめんねってうちの娘に謝ってね、うん、いた。だから本当に全然わからない人はアイヌったらね、うん、それこそさ山のそういうのと一緒に暮らしたりなんかしてるみたいな感じ、うん、でも少しの間腹立ったけどまあ怒ることもないし、うん、あこの人も勉強不足なんだからと思ってね、うん、そうそううん、そう思ってね。アイヌは徳川幕府にさ北海道に来てくださいと頼んだ覚えもない、賃貸もしてない。徳川幕府は北海道の資源を求めてくる、帝政ロシは不登校を求めて南下政策やるでしょ。だけどその時すでに我々の先祖は北海道に住んでるんですよ。人間として我々は扱われてなかったってことだな。人間としているんだら当然我々もその時にその土地の問題などもに関われなくなった。なんだ関わってない、こなしりめなしだとか借者のなんとかいろいろあるかもしれないけど、戦だからやっぱり当然勝ち負けの結果が出るんだけど、歴史を歪曲することなく正しく歴史の認識を持ちたいと、文化を正しくお互いに共有してさ、相互理解で進みたいというのが今の自分の気持ち。捨てて帰ったりすればアイヌは情もろいから預かって、うん、で我が子と同じ差別なく育って、だからそれで結婚したらその人はシャモであるけど実際は父はシャモでもアイヌに育ったら、だからまるっきりアイヌの習性、うんうん、アイヌ語を全部身につけているから自分シャモだよっていう人は一人もいないの。
分かった分かった。でも顔はシャモなんだよね。顔はシャモでも、うんうん、へえ、うん、だからね、うん、なんでそんなにね、うん、子供を人にくれるのかったらさ、うん、昔はシャモだって困ったらどうしようもないんだわ、うん、ね、殺すわけにもいかないからくれちゃうわけだ、うんうん、でみんなあの本州に帰ったんですか、子供を置いて。いや本州ってまた次の、うん、仕事場さ移るのさ、うん、もう自分の子供がどっかへね、くれなかったら自分は生活できないんだよ。あら親自身がシャモだって、うんうん、そうだろさ、シャモだってどんどん入ってきたって、うん、ね、それこそ家一つもない奴らが来るんだからさ、うんうん、だからね困ることはもう確かなの、うん、結局アイヌのね、なんぼアイヌが困ったっつっても、うん、やっぱりおい家を持って、そこで生活してるんだから、うん、そこへくれちゃうわけだ。じゃあそのアイヌの家族、子供がいっぱいいても、うん、シャモの子を、うん、だからね、自分で子供 2,3 人おっても、ね、シャモの子供もらって一緒に育てる。うん、じゃあそのシャモの子たちはアイヌ語喋って、うん、アイヌのお祭りをやって、結局もう言葉一つだからね。お父さんをアイヌに持ち、お母さんをが和人でアイヌに育てられた方だったんですけど、うんうんうん、アイヌとして一番苦労されたことはどういうことですか？アイヌとして苦労されて、まあ、あの私はあえてその差別的なことを思い出したくもないからあんまり言ってないけれども、この間和信さんがそのポロチって言ったアイヌ学校行って悪いことしたのは和人の子の方なんだけども、先生自体がもう、うん、悪いのはアイヌの生徒だ、子供だという決めつけがあった。これは二豚にお幸ない触れないのみならず私の土地でもありました、うん、で私は小学生時代でもね、そして先生の差別も確かに体験してるけど、同志の意識が私には随分あったのかな。同じアイヌの師弟方、仲間喧嘩でしていじめられていると、自分がその争いの当事者でないのに仲間の二人アイヌの少年がいじめられたら勝手で私がやっつけてやったというエピソードもあります。学校の先生はアイヌの子供にこうつついて、ほら、やめろってやると相手はこっちが悪者だと思うから余計ミッチになって、また何かの時に、繰り返しそういういじめに遭いました。今、まあ、5年生になってから今度はあの校長先生が変わったんです。その変わった校長先生がまたとてつもないいい先生だったもんだから、それからはそういう差別も受けなかったし、でみんな生徒全部仲良くやりました。
いか来るかえほうゆっぱだれあらくねえ来るあといでぶんくるあといというとるあちえばてっころきもなゆうまあんてまちとちしりむせりむせ来るかいよてれけれとりぺたんけがスコットランド行かれたでしょ、うんうんその時は自分はやっぱり日本人って思ったのか。そういう海外行くとさ、うん、その意識はすごく蘇るものだわ、うん、でもピラドに住んでる限りは自分はアイヌっていうアイデンティティで行くと、うん、そういうことなんですよね、うん、そのこと、うん、だから外国に行く場合は日本人っていうのとアイヌっていう2つのアイデンティティーズを持って行くっていうことですか。例えばハーフといえどもね、うん、アイデンティティは違うからね。要するに血がどうのこうのじゃなくってさ、言語とか、うん、食習慣とか伝統とかで、うん、それでそのアイヌになるっていうんだったら打たれでいいって話だったでしょ。そうですそうです、うん、私の母はさ、うん、アイヌの血液は入ってないわけでしょ、うんうん、今は何を飲んでらっしゃるんですか、うん、今ああのこれ以上酔っ払ったら困るからもうお茶と白湯と合わせてうん。これで映すとさ酔っ払わないのって世界中に広まるからねこれがアイヌ、ネヌマンアイヌだって言っちゃいかんぞ美味しいですか？甘いもんだから。焼酎。焼酎美味しい。辛い。キラーンキラーン。これこそ天国地獄のごちそうないよっていう。お酒？うん。キラーンキラーン。うこれはね、あのマタンプシと言って、はい、うん、ハチマキなんですよ。はい、でこれはね、ちょっと飾りなんだけど、レクトゥンペって言ってね。レクトゥンペ。うん。本当はこうずっとこう玉のついたものを下げなきゃならないんだけど、これをすることによってそれをしなくていい。うん。うん、でこの着てる着物は、チカルカル。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 うん。これは。血は私、はい、私が作った着物ですよって。え、幸子さん本当にお使いになったんですか。そう。うん、刺繍ですよねそれ。そう。うん。どれくらい時間かかりましたか。3ヶ月。へはい。でこれはあの一応反転。はい。うん。反転はどういう時に着るんですか。え、普通男の人でも女の人でもちょっとした、うん。あのお話とかいろいろするときにちょっとだけ着るものはこの派手、うんうん、誰に習ったんですか。自然的さ、うん、でも孫婆さんいたからさ、ええ、孫婆さんがねもう専門にアイヌを使うさ、はい、で俺にすると何そんな言葉俺の分かるように言えきってなそんなこと言ったって俺これしかできないものってねアイヌばかりやるやじゃあアイヌ語で喋れるんですか今でも。ある程度な、うんうん、私はピリカメの子です。カニはなくねポンノポンノは痛くできるって今何とおっしゃったんですかあ今何とおっしゃったんですか。今何つった俺、うんうん、なんかポンノポンカニはなくねっていうのはね、うん、俺はっていうことなんだ、はいはい、うん、ねちょべっとくらいはね、喋れるよということを言った。はい、わかりました。和信さんは
今習ってらっしゃるんですよね。いや俺はほとんど喋れないな。いらんからくてかな。そうよね。そんなことありえない、うん、あのよく日本語でやってもらっても言葉は悪い、あの成長する始まりに悪い言葉から覚えるとかあるでしょ、はい、そしたらね、その中の一つに、はい、よくその俺ら子供の頃年寄り、いや年寄りってある年配の人らが言い合いしてる言葉の中に、はい、エコロペツァンケエネカムレってこういう言葉があるんだよ、うんな、うん、それは何の意味だと思う？わからないな。なんだ？あの、俺解説してるか、うん、はい、じゃあ解説お願いします。あのね、うん、エコロペっていうのはね、お前のものって言うんだよ。お前のもの、うん、いやいや、ここのこと言うの、いいか、女のわかった、お前のものは女のものだったらサマンペでしょ。いや、サマンペもだけどうん、エコロペサンケエネカムレっていうこと、俺のやつはかぶせねえっていう、え、おとなしいな。国家の利権主義を主張するということが私は嫌なんだなと思うからさ、だから今苫小牧で、そのここの富川も言った苫小牧にエスペラント語の部会ができてるから、本当にエスペラントの言葉をさ、みんなが一生懸命考えてやるという共有意識を持ったら、もっといろいろ世界的な紛争の問題の解決になるんじゃないかと、私は思う。ハル君だいぶ昔から思ってる。さ、宗教紛争というのはさ、やっぱり本当に利害を超えた言葉が必要だと私は思ったんだ。で、同じ言葉を話しても分かり合えないっていう時もあるからね、だから言葉はある程度手段だけど、私は気持ちも大切だと思うよ。気持ち、そうそう、だから、分かったでしょ、ね、だから私は、あの風貌として逆な変な差別も受けたこともあるけども、この魂の問題、どこになりますか、魂は。左かな、右かな。魂はアイヌ人。ビラドリのそのアイヌ語とはやっぱり他のとこと違うんですか。いらからってとかって私らは言うしよ、しばらくですねとかね、静内とか裏側のたりイカタイ、イカタイでしょ、イカタイ、ユージさんという人がね、静内行ったんだとさ、で、ユージさんがいらからってって言ったら、イカタイっていうのがエパタイって聞く。あエパタイってどういう意味？エパタイ、お前はバカだなって。せっかく挨拶したのにね、もうそう言われてもね、もう本当に悔しかったって、だけど今度後で説明されたら、気持ちだいぶ落ち着いたけど、最初だったらもう悔しかったって言って。で、今ね、現代の日本で学校でいじめにあったりとか、引きこもりになったりとか、そういう若い人たちいっぱいいますよね。そういう人たちに今までずっとアイヌとして生きてきてきた経験から、なんかこういうふうに生きてほしいとか、こういうふうにしたらいいっていうアドバイスとかありますか？やっぱりね、あの自信を持ってやっぱりやるべきことはやっぱり一生懸命やらなきゃということは、アイヌで生まれてアイヌの系統であることを隠そうとしなきゃならんという気持ちをなんとか消さなくちゃ。それにはやっぱりね、人と同じか人にくっついてやるんじゃなく、自分が努力というかアイデアを出して。アイヌとしてあの育って一番良かったことは何ですか？まあ、アイヌとして育って今が自分で一生懸命勉強して、今アイヌの先生として皆さんに大事にしていただき、可愛がっていただいているので、それが一番良かったんじゃないの、はい、今が一番幸せ
じゃないの？もう85歳だよ。これからどのぐらい生きていけるっていう。ああ、もう95でも105でもいけると思いますよ。85歳。うん、だって幸子さんいないと盛り上がらないもん、うん、踊りとか歌とか。まあ今のところね、また私いなかったらいないなりに、また若い人たちも勉強してるから、どうしたらみんなが人類仲良くお互い理解し合って仲良くいけると思いますか？だからね、まあこれはなかなか簡単に言い切れないけれども、最近においてはましては国連で46カ条もね、人権宣言なされてるでしょ。それということはもう白人だ、黒人だ、モンゴリアンだということじゃないんだと思うに、人間としてという考え方が基本的でなきゃならんと思うから、だから私はウルシパを用いるというのはすごく大切なことだし、これからなおそれを理解して共有する時だと思うから、パシクマ姉来るか、やっぱりパシクマを語ってみるとね、ハートで通じるものは心で通じるものは、だからやっぱですかね、死ぬうたれ姉るよねっていうことは、心で通じ合えればもう人間としてみんなが私たち同士だという、そういう心になりたいという気持ち、それを目指しています今でも。